先発投手の駒不足で昨シーズン B クラスに沈んだ巨人。オフの FA 戦線も選手が軒並み FA 宣言をせず残留。先発投手の補強は外国人頼みとなり、始まってみないとわからない状態でしたが、中日と再開争いをしている現状で、早くも原監督は来季も指揮を取るのか、ファンの間で議論になっています。今回の動画では、巨人の次期監督候補について特集していきます。今季の原采配はどう？今季、原巨人のオープン戦は10勝6敗の3位。丸義弘が打率3割3分3厘、本塁打に、吉川尚輝、打率3割1分で調子よく開幕を迎えましたが、4月14日に最下位転落。巨人の成績は主力の調子によるところが大きいので、丸義弘、吉川尚輝、坂本勇人の絶不調が大きく影響しています。本拠地での阪神3連戦では12安打を放ちながら1点しか取れず負けた試合があり、ちぐはぐぶりが浮き彫りになりました。原監督だけが悪いわけではありませんが、結果が全てのこの世界、原監督が責任を取って休養、あるいは今シーズン限りで退任の線が現実味を帯びています。原監督の采配に疑問が投げかけられていることは言うまでもありません。ロッテ、西武で二塁手として活躍し、2000安打、名球会入りしている評論家の山崎博之氏は、4月9日の広島戦で開幕からノーヒットの松田宣浩を代打で送ったのも、そのままプロ初のセカンド守備に就かせた守備軽視の采配も疑問。案の定、お手玉して悪送球の失策でしたが、松田は攻められない。あれで巨人ベンチの士気が下がったように見えた。セカンドスタメンで坂本の後継者候補の新人門脇誠を起用したのに、2打席凡退しただけでベンチに下げてしまったのも疑問。4月5日の DeNA 戦で門脇をショートで抜擢したのに、わずか1試合で開幕からノーヒットだった坂本に戻したことといい、理解に苦しむ。長野久義も重用しているが、ベテランの右の代打要員が何人も必要なのか。山崎氏は吉川尚輝のスタメン落ちについても言及。期待を込めての指名だったはず。そんな吉川は入団した頃から能力が高いと言われているのに、なかなかセカンドのレギュラーに定着できない。それも打率が低いからと、サンカードも我慢できずに先発から外してしまう采配によるところが大きい。不調だった FA 組の丸義弘を外したと思ったら、同じ FA 組のベテラン梶谷を使っている。開幕3カードの起用法を見る限り、本気で若手を育てる気がないということがわかります。投手陣について、外国人に依存すると勝てないと、広島で投手コーチや編成部長などを歴任した川端淳氏が指摘しています。今年の巨人の投手陣は、例年以上に未知数な新外国人選手に依存しています。開幕投手を含めたローテに3人、勝ちパターンのリリーフに1人、まだ始まったばかりですが、6回3失点のような投手ばかりの印象です。巨人には息のいい若手投手が何人もいたはずなのに、こんなにたくさんクオリティスタートの助っ人投手が必要でしょうか。チーム編成の鉄則は、やはり投打の軸となる中心選手は生え抜きが務めないといけない。外国人選手はあくまで枝葉。助っ人に依存したチームを作ると勝てなくなるのです。今の巨人がまさにそうで、編成面や育成面で迷走している。結果を出しているヤクルト、阪神、オリックス、ソフトバンクはいずれも生え抜きの日本人選手が中心になっていますから、グリフィン、ビーディ、メンデスはそこそこの数字で助っ人と言えるか微妙です。ある巨人 OB は、近年の外国人補強はまず性格重視、昔のように金も自由に使えず上限も決まっているので、日本の野球や文化を受け入れられて性格のいいそこそこの選手ばかりがかき集められる。さらに原監督がそんな助っ人をありがたがって使うため、有望な若手が根こそぎ弾かれているのですと嘆いています。若手を使うべき。実力至上主義と言っていた原監督ですが、早くもその姿勢が揺らいでいます。巨人の元コーチで野球解説者の橋上秀樹氏は、野手にしても投手にしてももう少し息の良い選手が出てきてもいいと思う。他のチームは
投打にわたって何人か新鮮味のある選手が入っている。昨年優勝したチームならわかるが、 B クラスに落ちたチームであればなおさら生きのいい選手が必要になる。今季のスタメンを見るとほとんど若手が見られないと言っています。サクオフは広島から長野久義外野手を無償トレードで獲得、さらにソフトバンクから松田信弘内野手を獲得しました。長野は今季2試合にスタメン出場し、打率2割6分7厘1打点を記録し、松田は代打の切り札として7試合に出場し、打率1割2分5厘で2軍落ちしました。現役ドラフトで入団したオコエ・ルイ外野手は開幕から好調で、打率3割9分1厘1本塁打3打点を記録。それでも梶谷隆之外野手らとの兼ね合いでスタメン落ちする試合もあり、閉塞感を指摘するファンもいました。橋上氏はベテラン勢が目立つ状況について、原監督が若手に物足りなさを感じて我慢してでも使ってみたいという選手がいないのかもしれませんとし、これはスカウトから編成を含めてチーム全体の問題でもある、出場選手の平均年齢の高さが健全ではないということを首脳陣は分かっていると思います。原監督を含めて若い選手を使いたいという希望はあるはずだが、ベテラン勢を外してでも使いたいという若手がいないのが現状かもしれませんと分析。高木豊氏は打順について言及しています。なんで良かったものを変えたのかなとして、12試合で10通りのオーダーを組んでいる原采配を指摘しました。4月11日からの阪神との初戦、2戦目は当たっている梶谷を3番に置きました。11日の初戦では初回先頭のオコエが出塁、3番の梶谷がタイムリー、打線が機能しました。エース戸郷翔征だったこともあり、流れを持ってきた巨人が本塁打攻勢もあり勝利。しかし翌12日の試合では相手先発村上頌樹投手が7回まで無安打無失点無四球とパーフェクト投球、わずか2安打に終わり、3戦目にはまた打順を組み替えました。高木氏は頻繁な打順変更について、あくまで内部事情はわからないとしながらも、俺は打順を変えてほしくなかったな、我慢も大切、上がり目の選手は使った方がいいと話し、オープン戦から当たっているオコエ・梶谷を使い続けるのが望ましいという見解を示しました。アレックス・ラミレス氏も開幕前に、ブリンソンは2割9分25本を打つ力がある選手だが三振が多い、原監督はある程度の我慢が必要だねと見解を示していました。柔軟な打順変更は原監督の持ち味でもありますが、好調子の選手は使い続けてほしい、左右病は勘弁してというファンの声が正しく聞こえてしまいます。さらに4月14日の中日戦の前に松田と岸田が2軍落ち、上がってきたのが2軍での成績が打率1割8分8厘1本塁打2打点のウォーカー、2軍で打率1割台なのに意味がわからない、不審選手の代わりに不審選手を挙げてどうする、広い名ごとで守備に不安のあるウォーカーを挙げてどうするとネット上でツッコミが入りました。巨人は一枚岩になっている。ラジオ番組で大久保コーチはこう言っています。監督は俺たちの多分何手も先を見ている、俺も監督をやったから先が見えるつもりでいるんですよ。監督17年と1年の差はこんなに違うのか、名将と呼ばれる人と1年で終わった人、しかも最下位で終わった監督はこんなに違うのか、そういうことで1軍に上げていたんですかみたいな、だから2軍に落とすんですか、落とすことに関して市場がないと改めて実力で登録選手を決めています。石川慎吾が最後開幕前に登録を入れられなかったんだけど、そしたら監督ちょうどすれ違ったら、慎吾もうちょっと我慢してくれ、ありがとな、お前が必要だぞと監督が言っているんだから頑張るでしょう、わざと言っていない、本当に必要だと思っていると大久保コーチは具体的なエピソードを披露しました。ベンチワークはうまくいっていると見て良いでしょう。昨年夏に辞任報道が出た。2021オフに球団を挙げて育成と発掘を掲げ、FA 補強を封印して臨んだ昨季、原監督は開幕前から
今季は相当苦しくなると覚悟しましたが、予想に反して3月4月は赤星雄二、山崎伊織、堀田健心の活躍があり、20勝11敗とロケットスタート。しかしながら山崎伊織、堀田健心が怪我で2軍落ち、赤星雄二も調子を崩すと途端に失速。5月にはヤクルトに突き放され、6月早々にヤクルトにマジック点灯を許しました。終わってみれば4位で、原監督は3年契約の1年目でしたが辞任を申し入れたといいます。仮に原監督が辞任した場合の次期監督候補6人、次期監督の座に一番近いと言われているのが阿部慎之助ヘッドです。今期からヘッドとなり原監督を支えています。現役時代も巨人史上最強の捕手として活躍しました。2019年に打率2割9分7厘、本塁打7、出塁率4割1分1厘の成績で現役引退。原監督に将来のために勉強してこいと言われ、2020年から2軍監督として指導者の道をスタートしました。 NPB 球団の A 元監督は次のように語っています。昨季1軍ヘッドの元木は対コーチ選手で嫌われ役に徹しきれず、原監督の防波堤としての機能を果たしていなかった。原巨人には以前井原春樹さんとか嫌われ役のヘッドが存在していたし、そんな時代は強かった。阿部は河合コーチや大久保コーチら年上のスタッフもまとめないといけない難しい立場だが、今の時代の指導者にしては厳しさを持ち合わせているだけに、そこは原監督も頼みにしているようだ。その一方で原監督の退任とともに阿部ヘッドの同時辞任のケースもあります。2019年、宮本慎也ヘッドは小川淳司監督とともに辞任しました。実際に小川監督には残留するよう勧められたと聞く。しかし宮本の決意は固かった。村上宗隆ら選手には厳しく指導していたことで、自分の出処進退にも相応の厳しさが求められるとの自覚があったと A 元監督は言いました。順番としては阿部ヘッドの昇格が規定路線ですが、どうなるか分かりません。元木大輔コーチ、2019年優勝の時評価が上がりました。トークショーで次の監督になるんですかと聞かれた際も、いや全くない、そんなことは絶対にないからやめてくれと謙虚でした。野球に対する姿勢がとても真摯で、若手選手に対して今頑張っておけよ、戦力外通告されてからではもう遅いぞ、声を出せと常々口にしています。声を出す意味は球を見てないと声を出せないから、常に球を見て集中しろと元木コーチは言います。坂本隼人の絶頂期2019年、2020年もキャンプでも隼人はあれだけノックを受けて鍛えている、若い選手はもっとやらないとと若手に檄を飛ばしました。ベンチではゲレーロをなだめたり、原監督と選手の間に入る緩衝材として機能してきました。元木コーチは第3次原政権の組閣で呼ばれた時のことをとても感謝しています。元木監督を見てみたい気もしますが、原監督が辞任する際は共に辞任すると思われます。桑田真澄ファーム総監督、桑田コーチは2021年に初めてコーチ補佐に就任、現場復帰しました。桑田コーチの個別指導で戸郷翔征がエースに育ち、昨年は大勢を抑えで使うことを原監督に進言しています。桑田コーチは先発投手は中6日、9回135球で完投を理想としていますが、根性論、精神論からは一番遠いところにいる野球人です。昨年は投手陣がガタガタになり、起用や育成方法について原監督と確執があったのではないかと取り沙汰されました。桑田コーチは一軍投手コーチだったのが今季からファーム総監督に異動に。石井拓郎氏と同様に原監督は桑田コーチを生かしきれていないと見るファンも多く、桑田コーチは人気があります。山崎伊織、堀田健心のように能力はありながら投げてはすぐに壊れる若手投手や、出てきてもすぐに2軍に落ちる井上春と菊池大輝などを桑田流にじっくり育成してもらいたいです。桑田コーチの立場は原一派とは異なるので、
原監督とともに引責辞任とはならないでしょう。次期監督候補に名前が挙がるでしょう。高橋由伸前監督、球団特別顧問。現在は球団特別顧問となっている高橋由伸前監督も次期監督候補の一人です。高橋一次政権下では何といっても岡本和真を我慢して起用して球界を代表する野手に育て上げた功績が光ります。高橋前監督は指導者としての経験がないまま監督に就任しました。3期にわたり指揮を取り、2位、4位、3位、笑顔がない、何を考えているのかわからない、マスコミ対応が悪いと批判されましたが、現在は日テレのニュース番組ニュースゼロに出演、笑顔で解説し、ファン受けやマスコミ対応が良くなりました。親しみを感じられるようになりました。工藤公康前ソフトバンク監督。ボロボロになった巨人を工藤監督ならどう立て直すのか見てみたいと思う巨人ファンは多いと思われます。工藤氏は秋山政権から常勝ホークスを引き継いだ監督で、3度のパリーグ優勝、5度の日本一に輝いています。現役時代から優勝請負人と言われていました。工藤氏をよく知る球界関係者は言っています。工藤さんといえども監督時代は順風満帆というわけではなかった。コーチや選手と距離を感じたこともあり、それを反省し謙虚な姿勢でコミュニケーションを積極的に取るようになった。ソフトバンクはあの戦力なら誰でも勝てるという人もいますが、それは違います。松田信弘、柳田悠岐、中村晃ら年齢的に油が乗り切った選手が多かったのは事実ですが、救援陣の疲労を考慮して起用法には細心の注意を払うなどチームマネジメントは徹底していた。巨人の今のウィークポイントが投手陣であることは明らかです。巨人は生え抜き OB から監督を出すという風習があります。ただ巨人はチケット販売において DeNA が始めたフレックスプライス制を導入するなど、良い部分は取り入れる姿勢に徐々に変わってきています。今の惨状を鑑みると、理論派で模範チームといえる常勝ホークスを知り尽くす人に監督を託してみる大改革があっても不思議はありません。巨人 OB でもある落合博満氏も巨人監督になったらどうなるか見てみたいロマン監督の一人です。 NHK に出演した際、勝ってファンに気分よく帰宅してもらうことが本当のファンサービスと勝利至上主義を掲げていて、今の巨人ファンに最も合うと言えます。しかし GM 時代に谷繁氏との確執、山本昌氏の背番号34を開始名の新人投手に与えてしまう機構がありました。監督時代の落合氏でしたらありでしたが、今の落合氏に監督要請することはないですね。最後は仁岡智博二軍監督。現役時代は右中間へ大きな打球を放つとともに、テレビ実況が仁岡真骨頂というフレーズがおなじみでした。ミスター右中間として大活躍した仁岡二軍監督、華やかな巨人での活躍から一転日本ハムに移籍、現役引退後は高橋由伸政権下の打撃コーチとして岡本和真を指導、2019年には富山 GRN サンダーバーズの監督に就任、2019年にサンダーバーズ松山正幸投手が育成ドラフト8位でオリックスから指名されましたが、育てると言ったらおかしいけど、一人の能力ある選手を活躍させて上に上げるやりがいを強く感じた。今回は3軍コーチ、今年独立リーグでやらせてもらって、そのレベルに近い選手を教えられるというのはすごく魅力的だと思ったと言っています。富山を去る時も選手から、最初は怖いイメージでしたけど選手を第一に思ってくれて、野球に対してこんなに真摯な方だとは思わなかったと感謝されました。仁岡二軍監督の現役時代は中学高校時代の野球選手はグラウンドで歯を見せるなという教えを守っていたため、グラウンドでは笑うことはありませんでした。どこかとっつきにくいイメージがありましたが、今は指導力のある二軍監督になっています。一軍監督に就任してもおかしくありませんね。今季はまだ始まったばかりです。優勝を目指して頑張ってもらいたいです。監督が交代するとしたら、
次の監督は誰になると思いますか？次の監督候補やご意見がありましたら、コメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。